2ヶ月連続でね、1000万円超えということで、僕ね、最近ね、LINE グループ始めたんですよ。ダウンジャケットとか、リュックのサンプル作ってたりだとか。はい、本日はですね、6月のジャパンメディアの売り上げ発表していきたいなと思います。ということで、いよいよ発表していきたいと思います。先月かな、5月の売り上げの発表の時に、なんと1700万までいったっていうね、すごい爆上がりしたんですけど、じゃあ今月はいくらなんかっていうところを見ていきたいなと思います。はい、それでは売り上げが出ました。さあ、いくらなのかということで、1,564,814円ということで、皆さんありがとうございました。2ヶ月です。連続でね1000万円超えということで、まあ前年比っていうか先月に比べたら 30% も売り上げ落ちてますけどね、1700万から1000万までガーンと落ちてるけども、まあそれでもね1000万をキープしたということで、まあすごいんじゃないかなと思います。まあ自分で言うのもあれですけど、まあいろんな人が購入してで、できてるということになってますので、本当感謝しております。まあその一部なんですけど、皆さんのお声を発表していきたいなと思います。まずはアクセサリーですね。こう足元につけるアクセサリーなんですけど、こちら画像も出てますが、アンクレット、早急な、発送していただきありがとうございます。すぐにつけましたということで、とてもセクシーでおしゃれなアンクレットですということで、紙ショーツと合わせていきますので、これからの季節にとっても似合って嬉しいですということでした。基本的にはね、当日発送っていうのをめがけてて、11時までの分は全部当日発送して、 Amazon に負けないという意識でやってますので、11時1分以降は翌日になっちゃうんですけど、よろしくお願いします。で、サングラスですね。サングラスブラックグレー、こちらのモデルですね。このモデル、いつも高品質なものありがとうございますということで、サングラスをかけると車酔いのような感覚があったのですが、全然ありません。オーバーに聞こえるかもしれませんけども、サングラスをかけていることを忘れるぐらいの掛け心地ですということを言っていただきました。ちなみにね、サングラスかけて気持ち悪くなるのは、このレンズのね検査がしてないから、どうしても右と左目のバランスが合ってないっていうのがあるんですけど、もちろんその検査もしてるので、それはね安心していただければなと。だから車の時の運転時もかけていただけるようになってるんですが、まあ一般的なサングラスでかけないでくださいって、あの注意事項に書いてますけども、まあ、これはかけれるようになってます。ただこのブラックグレーはもう多分売り切れたんちゃうかなと思います。次回はね、一応また来年の夏作ろうかなと思ってるんですけども、今ある分なんかもね、もうなくなっちゃったらおしまいっていう感じでは作らせていただいてますので、また来年は来年で新色もちょっと出そうかなと、レンズの色ね、新色も出そうかなと思ってます。はい。で、まあサングラス第2弾、続いてブラックブルー、このタイプですね。運転用に昨年某メーカーのサングラスを購入しましたと。で、 YouTuber が複数おすすめしてたので試着した時はとても良かったんですが、運転で使ってみると左右を見るたびにずれてしまって、さらに目も疲れてしまいましたということで、3万円もしたのにということで、まあ今回ジャパンメディアのサングラス買っていただいてね、耳も痛く鼻も痛くなりませんと、で目も疲れず快適ですということで言っていただきました。ちなみにサングラスのこの幅ってやっぱ人によって違うじゃないですか、あの顔の細さって。だからここって調節多少はできるんですよね。だからもし仮に合わへんって言っていただいたら、僕の方に写真撮ってもらって、どこが引っかかっててどこが痛いんかっていうのがあれば、多少はねサイズの調節っていうのもできるので、でもし仮にご自身で自分でしたいっていう方であればね、僕またジャパンメディアの動画で、あのサイズの調節の仕方っていうのも出そうと思ってますので、これは調節が効くサングラスなんで、インジェクションって言って大量生産してるやつはちょっと調節できないやつがあるんですけど、僕のやつは全部一点一点手作業でやってるので、その調整は人によって顔を合わせるようになると思うので、そういう感じでした。次シンプルになりかっこいいので、色違いも欲しくなりましたって言っていただきました。まあ、色違いまた来年も出しますけどね。ネックレス、ネックレスを購入した日になんとフィッシング詐欺に遭っていることが判明しましたと。まあ、これはまた別件の話なんですけどね。で、どんよりした気分で過ごしているところにネックレスが到着して、つけてみると、テンション爆上げで、フィッシング詐欺なんか忘れてしまいました、皆さんもフィッシング詐欺にはご注意をって書いてますので、これはネックレスのレビューというか、フィッシングじゃあの詐欺に対しての注意喚起という、コメントになっております。でね、普通の意見もありました。いい意見ばかりじゃなくて普通の意見っていうのがあって、あのニコちゃんマークがこの普通の顔してますけどね、この普通バージョンの時何があったかっていうと、ボディバッグと一緒に注文して翌日に届きましたと。まあ Amazon ぐらいの対応してますから、対応も商品もとてもいいですと。ですが、つけて1週間もしないうちに手首から外れて気がついたら紛失しましたということで、もしかしたら切れちゃったりしたんかもしれないんですけども、まあ本当にね、それは申し訳ないです。ちなみに切れた場合っていうのは修理も受け付けてますので、その際はメールをいただければ、修理っていうのもさせていただいております。できるだけ長く使っていただけるように、まあ、今回紛失してしまったんですけど、紛失しないようにね、していただければなと思いますので、ちょっとよろしくお願いいたします。で、ボディバッグのサイズのレビューなんですけども、普通に長財布が入らないと、入れれるものが限られすぎているというお声がいただいて、 iPhone14 だとギュッとしないと入らないということで、まあ、基本的には僕も長財布使う方はもう大サイズをね買ってくださいっていつも言うんですけども、小サイズの方はね、もう長財布を入れない方
で、長財布入れる方はどんだけちっちゃめの長財布であろうが大きめの長財布でも関係ない、とにかく台に行ってくださいっていうことはもう口酸っぱく言ってるんですけど、まあ、なかなか伝わってなかったんで、ね、これはまあ僕の反省点だから商品ページにまた書きたいなと思いますので、貴重なご意見ありがとうございます。まあその他もろもろね、それこそエルメスとかも使ってるけどそれに勝るとも劣らないとかね、某ブランドのバーサタイルショーツよりも汗かいてベタベタすることないんでストレスなく履けてるとか、紙ショーツもいっぱいいただいたりしてるんですけども、まあいい意見ばっかりじゃなくて、まあここちょっと微妙やったよって、長財布入らへんやんけとかね、あとそれ以外にやったらこのブレスレットが切れたりするやんけっていうお声があったりしたんですけど、まあその辺とかはあの反映していって、皆さんのお声反映して商品ページとかにこう切れる可能性があるので気をつけてくださいねとかね、長財布を入れれるようにするのであれば大サイズをね選んでくださいとかっていうのを書いていきたいなと思いますので、本当に皆さんのお声がね一つ一つ参考になっておりますし、貴重な意見なんでありがとうございます。でね、僕ね最近ね LINE グループ始めたんですよ。でしかも LINE グループって言ってもゴリゴリの LINE、 あの LINE アットとかじゃなくて僕の個人の LINE でやってる LINE グループがあって、こちらジャパンメディアの秘密基地っていう LINE グループがあるんですよ。でここでね新作の発表とかを先にして、実はこの中にライターさんもいてるんですよ。僕のベースのページとかにブログがあったりとか、あとコラムがあったりするんですけど、それを書いてくれてるライターさんもそのグループに入ってくれてるので、僕がそのライターさんに向けて動画撮るんですよね。はい、じゃあ新しい記事の動画撮っていきますね、新作で今ダウン作ってるんですよとかって言ってる動画があるんやけど、それをそのライターさんも見れるけど、ここに入ってる人らも、見れると。だから記事になる前の元動画を見れるっていう状態で、まあ、運用してたりとか、あとそれ以外にやったら最新の新作のサンプルの修正とかも、パターンナーさんもここにいてるから、パターンナーさんにちょっとねこれとかやったらまさにそうだけど、半袖シャツの新作来年出そうと思ってるんやけど、それのね新作でちょっと腕回りもう少し短くしたいなとか、丈もうちょっとだけ長くしたいなっていうのをこうやって動画で撮って、パターンナーさんじゃあこれの仕様変更でよろしくお願いしますとかって言ってるのが LINE グループに掘り込まれるんですよ。でそれをパターンナーさんが見て修正もするし、一般の人も見てるという感じで、まあ、たまにね僕の方から他に見たい色ありますか、ダウンジャケットも他に見たい色ありますかとか聞いたりはしてるので、まあそういうのもやってますけど、まあ気になる方は下から入っていただければ、まあ特に無料でやってるので、まあ言いたいこと言ってもらったり聞きたいこと聞いてもらえたらねいいかなと思います。気軽にねできたらなということで、まあそこでもさっき言ったけど、ダウンジャケットとかリュックのサンプル作ってたりだとか、あとコーデュロイの冬用のパンツで、ダウンジャケットに合う、大人なパンツっていうのかな、デニムのパンツもあるんですけど、デニムはちょっとカジュアルになっちゃうので、もうちょっと大人系の、ハイブランドと合わせる時のパンツとかっていうのもね今作ったりはしてます。でダウンジャケットもね、あの以前コラムでも出したんですけど、900フィルパワーのダウン使うって言ってたんやけども、まあ、本当申し訳ないですと、900フィルパワーはもう使いませんという話して、その代わり985フィルパワー使うと、もう一個上げていくっていうことでね、もう値段見てません。だからあの僕ですら今あの自分で作ってるのに総額何本かかってるか気づいてないんですよ。だから一回業者さんに結局いくらって聞いて、ダウン工場にまずダウン聞かなあかんし、縫製工場に縫製賃聞かなあかんし、生地屋に生地聞かなあかんし、備品屋に備品聞かなあかんしっていろいろ聞いていかなあかんねんけども、それであの算出していきたいなと思います。まあおそらくですけども15は絶対いかんと思います。もうほんまモンクレールとかそれ以上の素材では使うけども、売り値としてはモンクレールの半額とか、タトラスの3分の2とかそんなんでいけたらいいなと思ってね、作っていこうかなと思ってますので、まあまた楽しみにしておいてください。まあ結局その値段が折り合わんかったら作らないっていうこともありえるんですけど、例えばモンクレールぐらいの値段になっちゃうんやったら、もう作らんでもモンクレール買ったらいいやんっていう話になるじゃないですか。でまあそれやったらね僕が作る意味あんまないなと思ってるんで、まあ僕サンプルだけ作ったら、まあ自分は着れるじゃ着れるんやけど、まあお客さんでもね欲しいって言ってくれてる方いらっしゃるので、極力いいものを分かってもらう人だけに、見てもらえたらいいなっていうことで、まあ進めたりはしてるということになっております。まあ今月来月とねまた工場にも行くんですよ。それこそリュック作ってるんやけど、リュックがねレザーの防水なんですよ。で姫路レザーなんやけど、姫路レザーを防水に加工してる工場っていうのに見に行くんですよ。でそこ見に行って、どうやって防水にしてるんですかって言ったり、もう僕が直接皮買い取ってるんですよね。もうほんまに牛の形した皮で買い取ってるから、それの工場見に行ったりとか、あと縫製工場も新しくこの半袖のシャツとか作ってる縫製工場あるんですけど、そこ見に行ったりとかして、そこ岐阜にあるんですけどね、見に行ってまた動画とか、まあ、ジャパンメディアの YouTube チャンネルやってるんでそっちの方で流すとは思うんですけど、まあ、Vlog とかで、どうせやったら防水レザーの工場があの城崎温泉の近くやから、嫁と一緒に城崎温泉行ってみたっていう Vlog でちょこっと出るかもしれんし、まあその辺はどうなるか分からないんですけど、また楽しみにしていただければなということで、本日はですねジャパンメディアの5月の売上発表をさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。